した時はどうなることかと思いましたけど、なんか夜中考えました、何メートルだったらまだ4時とか。確かにイタリア通りも取れる時に取れた。イタリアを進む時代、まず48キロなのにあと1キロっていうのは距離もデタラメだし、いやもうイタリア入った瞬間出回れなかったリサーチャーが出回らんまあそんなのにいいから、そうっすよね、最後1キロとかいうのも500メートルかしかなかったし、遠いし長いし、確かに一応昨日より今日の方が楽らしいですけどね。今日、今日の実装はいいね、なんとかゴールしたい。昨日のこれノルミスの18分前だったあれゴールラインで決まるの、最後のフィニッシュライン結局終わりで、いや、ゴールラインって言ってましたけどね。あ、ゴールっていうか、あ、ごめんなさい、あの計測ライン、計測で、はい、あ、じゃあ全然いいと、昨日ゴールのフィレッジだと、はい、時間制限18分なの。昨日本当やばかったっす、なんかぶっ倒れたもんね。あ、自転車乗っててあんなこと初めてですね。今日はもう体調おかしかったんだけど、0度から24度28ですね